海溝7000ランチャー操縦装置、制御装置海溝7000は海洋研究開発機構が開発、運用した優作式、遠隔操作式の無人潜水機。ジャンステックでは1990年代に海溝の運用に着手した。同期は世界初の1万メートル級の無人潜水機として活躍し、数々の成果を上げたものの2003年5月29日の 先行調査後に二次ケーブルの断線によって、ビークルを喪失し、運用継続は困難となった。これにより、ジャンステックは、深海6500の運用深度である6500メートル一心での、直接調査能力を失うことになり、代替手段の確保が急務となった。新ビークルの建造には相当の時間を要することから、暫定策が模索された。最終的に、 ジャンステックの最軽ケ,ケーブル式ローフである U ーローフ 7K をもとに所定の改造を施してビークルとして使用することとした。これによって開発されたのが開口7000である。U ーローフ 7K は開口と同じ優作式ローフではあるが開口のケーブルは母船からの送電及び制御信号の送信とともに水チューブからの情報を母船に連送する。 高電力複合ケーブルであったのに対し、ユーローフ 7K のケーブルは、制御信号の送信と、水チューブからの情報伝送にだけ用いられる光、ファイバーケーブルであり、電源は内蔵リチウムイオン二次電池から供給されていた。このためケーブルは、直径約1ミリと細く、ケーブルドラッグの影響を抑えることができたが、一方で、先行時間が、 電池容量に制約されるという問題があった。このことから、海港7000システムへの統合にあたり、下記のような回収が加えられた。これらの所定の改造を施した上で、海港ランチャーと統合され、2004年4月から海域試験を開始、7月15日には7,031メートルの海底に到達した。上記の通り、 開港7000は2004年より運用を開始したものの暫定措置であったためにマニピュレータの性能やペイロードなどの制約が大きかった。このため2006年4月よりマニピュレータの増設や推進力の強化などの改良を施した開港70002が建造・配備されている。ありがとうございます。